代表的な半金属であるビスマスの結晶バンド理論における半金属とは電動体の下部と値電子体の上部がフェルミ順位をまたいでわずかに重なり合ったバンド構造を有する物質のことである。このエネルギーバンドの重なりは結晶構造の歪みや結晶の層の間に働く相互作用などによって形成される。代表的な半金属としてビスマスが挙げられ、 テルルカ水銀のような化合物も含まれる。半金属は電化のキャリアが少なく、その有効質量は小さく移動度は大きい。また、熱伝導率が低い、状態密度を有する、有電率が大きい、人因子が高い、半磁性磁化率が高いなどの特性を有している。元素の分類における、半金属とは同じ名称であるが異なる概念である。 半金属の典型例としては、ビスマス、ヒソ、アンチモン、グラファイトなどが挙げられ、特にビスマスにおいて詳細な研究が行われている。バンド理論における、半金属は、物質の特性に関する分類であるため、元素の分類における、半金属とは異なり、デルル化水銀やグラファイト上窒化炭素、CSSNBR3 のような化合物も含まれる。また、ニトロメータンのように、 極限状態において一時的に半金属性を示す物質も報告されている。上、直接繊維型半導体のバンド構造。中、間接繊維型半導体のバンド構造。下、半金属のバンド構造。半金属は、半導体と異なり電動体と値電子体が重なっているため、状態においても電子の一部が値電子体から電動体へと渡されることで、 値電子体に成功が生じ、電動体は値電子体から電子を受け取ることで、電動電子が生じる。半金属において、キャリアーとして働く電動電子や成功は、このようなやりとりによってわずかに生じるのみであるため、自由電子の数は金属に比べて極端に少なく、このようにして生じたキャリアーの有効質量は小さく、移動度は大きい。 物質内部の熱伝導は自由電子による熱伝導と結晶合子による熱伝導の2つの因子によって起こるが、半金属は自由電子の数が少ないために、自由電子による熱伝導の寄与がほとんど得られないため、半金属の熱伝導率は金属のそれと比較して、著しく低い。例えば摂氏20度における熱伝導率を見ると、 金属である銅の熱伝導率は 386WM-1K1、鉄で 84WM-1K1 であるのと比較して典型的な半金属である。電導体と値電子体が重なり合ったバンド構造であるため半。金属はバンドギャップを持たず、フェルミ順位において値電子体の電子がわずかに満たされているためわずかに状態密度を有している。 また、ドナーもしくは、アクセプターとして機能するような不純物の添加によって、電気物性が著しく変化する点は、半導体に類似している。ビスマスでは、この不純物に敏感な性質を利用することで任意のバンド構造に制御することができる。純粋な半金属は、金属と同様に温度の上昇に比例して、電気抵抗も増加するが、半金属にアクセプターとして働く。 不純物を添加することで、ある温度に電気抵抗の極大が現れるような金属とは異なった挙動を示すようになる。また、半金属はフェルミジュニーや値電子体とその一つ下のエネルギーバンドの間の間隔が狭いため、半導体と同様に赤外線に対する応答性は多様である。有電率は典型的な半金属であるビスマスでおよそ100回マイメートルであり、 半導体であるケイ素の誘電率が11.7回、マイメートルであることと比較して1桁ほど大きい。半金属の G 因子は高く、これは高、エンブロントの理論によって説明され、ビスマスやアンチモンにおいてはこの理論に対する、実測値の程よい一致が見られる。半磁性磁化率は、物質のバンド構造に大きく影響を受けるため、バンドギャップを持たない。 半金属のバンド構造を持つ物質は共通して半磁性磁化率が高い。ビスマスやヒ素、アンチモンはヒ素型結晶構造と呼ばれる、わずかに歪んだ、皮脂面定の単位方を持つ、相乗構造の結晶を形成する。この結晶構造のわずかな歪みに禁止して、これらの金属結晶のブルアンゾーンは、歪みのない耐震立方格子を取る、金属結晶のブルアンゾーンと比較して、 Z 軸方向に圧縮された形をとる。このブリュアンゾーンの歪みに近して、Z 軸方向の面上に位置する値電子体はフェルミ順位より高い順位をとり、一方で Y 軸方向の面上に位置する電動体はフェルミ順位より低い順位をとるため、フェルミ順位をまたいで値電子体と電動体のわずかな重なりが生じる。半金属の値電子体と電動体の重なりは、 わずかであり、例えばビスマスにおける値電子体と電動体の重なりの実測値は38.5メブという値が得られている。グラフェンの分子構造モデル。グラファイトはこれが相状に重なり合った構造をしている。一方でグラファイトは SP に根性軌道による3本のシグマ結合によって平面方向に広がる網目状の格子が形成され、 それに対して垂直方向にパイ電子が立っているような構造をとるが、単層のグラファイトはパイ電子からなるバンドの電動体および値電子体がフェルミ順位において完全に一致してバンドギャップがゼロとなるような特殊なバンド構造を形成する。しかしながら実際のグラファイトは相上に重なり合っており上下の層による相互作用を受けて電動体と値電子体が わずかに重なり合うため、半金属のバンド構造が形成される。このようなゼロギャップ半導体はアンチモンを添加したビスマスにおいても見られる。ビスマスに対するアンチモンの添加量を増加させることで、値電子体のエネルギー順位が低くなり、電動体のエネルギー順位は高くなるため、アンチモンの添加量がある時点で、バンドの重なりが消失して、ゼロギャップ半導体となり、 さらにアンチモンの添加量を増加させるとバンドギャップが形成されて半導体に変化することが知られている。このような半金属半導体手には量子力学において薄膜のエネルギー順位はその膜圧に応じて量子サイズ効果の影響により変化するという理論を用いたサンドミエルスキによる理論計算によって半金属薄膜の膜圧をナノスケールにまで薄くすることで 半金属半導体転移が起こることが示されたが、これは2009年現在まだ実証されていない。半金属は、その特殊なバンド構造から、様々な研究に用いられており、その典型例であるビスマスは、半導体の典型例であるケイソと同じようにその物性について詳細に研究されてきたものの、学術的な研究の活発さに反してその物性が、実社会へ応用されることは少なかった。 2007年、半金属であるテルルカ水銀が、物質のバルク部分は、絶縁体であるが物質界面は、導電性を示すトポロジカル絶縁体となることが、明らかとされて以降、ホットトピックスとして研究が、盛んに行われている。ビスマス白膜や、ビスマスマイナスアンチモン合金などの様々な、半金属が、トポロジカル絶縁体として研究されており、 このようなトポロジカル絶縁体は超高速コンピューター用途への応用が期待されている。また、半金属は半導体と格子定数が近いためヘテロ接合を形成しやすく、半金属半導体接合素材をデバイス材料として利用するための研究なども行われている。半金属であるグラファイトの炭素であるグラフェンがチューブ状の構造をとった。 カーボンナノチューブはその構造によって、半金属もしくは半導体のいずれかの性質を示すことが知られており、半金属カーボンナノチューブはその導電性を利用して、微小配線や透明電動膜、燃料電池や太陽電池などの電極などの用途への応用が研究されている。ありがとうございます。